小遊さん、はい、スキッペ監督、うん、思ってたよりも早い、はい、合流になりましたね。まずはほっとしてますね。チームとしてもまずスキッペ監督がねいつ来られるのかっていうのが気になっていたので、選手もねそのあたりはちょっと不安だったんじゃないですかね。うん、そうですね、選手たちも非常に難しいねシーズン前のキャンプを過ごす中で、うん、スキッペ監督がいつ来られるのかっていうのは気になりながらね、うん、コンディション作っていたと思いますけど、うん、柿本さんからしても実際見るまでは分かんない部分たくさんあったんで、はい、皆さんも感じてると思いますけど、うん、まずかっこいいですよね。いやかっこいいですね。本当にズーム上では見てたけど、はいはい、実際に見たら、うん、かっこいいオーラがすごすぎてちょっとびっくりして。確かにね、スキッペでした感じのね、うん、オーラがすごくて、あと穏やか、ジョークみたいなのも言ってくれて、この間森保監督ワールドカップ出場を決めてよかったねみたいな話してくださって、はい、ご飯食べに行きたいのと、うん、一杯おごりたいねみたいな感じのことを、そう言ってくださったるね、うん、記者の方もふふふみたいな感じになるから、はい、こう取材の雰囲気もすごく良くなるから、うんうん、性格的にはなんかユニークな感じですよね、小林さんね。なんかユニークな一面もありますし、うん、常にこう冷静沈着というか、うん、はい、冷静にこう選手にね、うん、こう指示を出されてるなっていうイメージあります。はい、ほう、スキッペ監督はですね、小林さんとカズさんの判別区別ってできてると思います？これはね多分できてないと思いますよ。できてないですか？おそらくね、挨拶は僕も一人でいる時にさせてもらいましたし、カズの方も挨拶は多分してると思うんですけど、うん、おそらくまず双子なのかどうなのかも知らないと思います通訳の方がもしかしたら伝えてくれていたら ね、はい、知っているかもしれませんけど、髪の毛色変わってるこいつ来たぞみたいな感じで頻繁に変わるなみたいな髪型が、ねね、あ、 あれこの前黒髪ツンツンだったけど今金髪短髪みたいな前髪そのすぐ伸びるかなみたいな。本当にどうでもいいんですけど、はい、パソコン上でこの間、うん、カズさんとコウジさんの顔が出てきて、うんうん、この人は同一人物ですかってうちのパソコンが言ってきました。もうおかしくて本当にびっくりするぐらいどうでもいい話でした。本当にいいですね。好きならばね確かにピッチリポートしたいんでね。地域で一番笑顔の集まるスーパーを目指し、広島市内を中心に16店舗を展開するスパーク。ただいまスパーク電子マネー小鹿カード新規入会キャンペーンを実施中です。新規入会と同時に1万円以上チャージするとお買い物に便利な保温保冷トートバッグをプレゼント。また今月23日土曜日はスパーク小鹿カードお買い物10倍デーです。小鹿カードで支払うとポイントが通常の10倍になるビッグチャンス。新鮮なものを安く、毎日のお買い物はお買い得商品がいっぱいのスパークで。小遊さんから見て、はい、チームスキッペ色っていうのはもう早くも出てますか？うん、昨年よりも比べた時にこう非常にこうアグレッシブになったなって思います。やはりこう前に前にっていう、こう意識の強さと、うん、あとやっぱりゴール前にボールを、ね、運ぶシーンというのが増えているので、うん、シュートする場面というのはね、うん、格段に増えたかなっていう。やっぱりこう選手自身にも、はい、ある程度こう戦術っていうのが、短い期間ではありますけれども浸透しつつあるなっていうのは感じますか？はい、より相手コートで、しっかりとこう押し込むっていう形の、うん、意識のこう統一っていうのは、チーム全体でできていると思いますので、うん、そのあたりが、こうスキッペ色といいますかね、うんうん、より今のこの世界のサッカーのスタンダードっていうところがね、うん、非常にこう現れているかなっていうふうに。影本さんはこうピッチサイドで、はい、スキッペ監督の、声とかを、もう近くで聞いてると思うんですけど、激しい。あんまり言わない監督なんだなと思いました。へえ、この間試合で見てて、ずっとこうやって見てる感じです。ピッチサイドギリギリまで出てるんですけど、ずっとこうやって見てる。でたまにベンチ帰って、コーチとかと話してる感じで、そんなにわーってああ行けこう行けとか、そんなに言わない感じです。指示はあんまり言わない、声張り上げて出すような感じで、言わなくて、いいプレーにはこう拍手するぐらい。へー、そんなに言わない
ないんだなと思いました。あ、そうなんです。インタビューの時に、うん、あの中継の前って結構時間がね限られてるじゃないですか、うんうん、短くお願いしますって感じだから、うんうん、1問目の質問は通訳を挟まずに私が言ったらすぐこうもう返してくださいっていうので、うん、1問目を通訳さんにもう言っといて、うん、この間インタビューしたんですよ、うんうん、監督なんかテレビ見てる人はあの日本語もう分かってるみたいですねって監督に言ったら、はい、みたいな言ってくれてそういうのも言いやすい。試合前にそういうこと言っても笑ってくれる感じです、はい、じゃあその勝敗とかによって感情が起伏が激しかったりとかっていう感じではない。今のところはそんなに感じないですね。うん、やっぱ経験あっていろんなことで、ね、こういろんな場所にいらっしゃった監督なんだなっていう感じはすごくします。まあ、サッカー自体は変わってきてると思うんですけど、あとは本当に勝敗の部分にしっかりと出てくるといいですよね。今ねこう目指しているところっていうのは、まあ、チームに浸透してくると思いますし、うん、こう見ていて分かると思いますけど、まあ、シュートする場面でしたり、うん、決定的な、ね、こう場面っていうのはたくさん作れてると思いますんで、うん、あとはもう仕留めるだけかなと。そこができればもっとこう勝ち点も取れるんじゃないかなと。広島初のメンズアイドルライブ M's アイドルラバーズの開催が決定。広島から爽やかな楽曲と甘い歌声で全国を舞台に活躍する新進気鋭のメンズアイドルカンナショウをはじめ、出演はユイガ独尊、アンビシャス、SFB 福岡と西日本を代表する人気グループが広島に集結。開催は4月23日土曜日、1部12時、2部16時30分スタート。メンズアイドルたちの熱いライブを見逃すな。お問い合わせはワイズミュージックまで。新加入だったり復帰組というのが台頭していると思うんですが、小泉さんいかがですか、はい、この辺りの活躍っていうのは。いや、復帰組に関してはやはりね、こう野津田岳人選手は、うん、まあ今本当にハイパフォーマンスで、うん、ね、うん、同じ背番号7が、いや、そうですよ、2度目の復帰ということで、まあ、自分自身もこう、まあ、彼にはねこう期待している部分はありましたけど、うん、とにかくこう運動量が多いですし、うん、やっぱり攻守においてすごくこう関わるね回数もね、うん、非常に多いので、いや、誤解を恐れずに言うんだったらようやく来てくれたかっていうね、うん、感じがしますよね。もう、はい、みんなポテンシャルが高いことは知ってましたので、うん、今まででしたらこう一つね前のトップ下っていうポジションでやってましたけど、今ボランチになってバランスを見たり、あとこう球際のところをねしっかりといって、うん、奪った後にしっかりと周りをね、うん、動かせる選手になっているので、うん、役割がね変わったと思いますけど、うん、まあ、彼の良さは存分に出てるんじゃないかなと。もう2度追い3度追いっていうところをしていくんで、もう追いの津だっていうことが、うん、これこう広がっていく、全然広がりそうにないなこれ先生が自分で考えたんですか、はい、今何て言いました。追いの津だ、追いの津だ、追いの津だ、もう野津田選手が追って、うん、もうどん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 追ってまたここにも追うかっていうことで追い野津田っていうのがちょっと今後ね、どうですか。いや、これちょっと採用されないと思うねこれ不採用っていう、はい、新加入の大卒のね、うん、ルーキーあたりも非常に活躍してますんで、ミスター選手と千葉選手というところで、まあ、彼ら二人は、ね、非常にこう、まあ、ユース出身ということもありますし、うん、まあ、特にこうミスター選手、うん、ルヴァンカップでね、はい、素晴らしいゴールを決めてからは、リーグ戦でもね、うん、出場機会をこう得るようになりましたし、うん、まあ、彼は何といっても本当こう前に前に行くスタイルっていうところがね、うん、まあ、おそらくこうサンフレッチェのファミリーの方にもね、うん、非常に伝わってると思いますし、あのスキッペ監督が求めるその縦に速い攻撃っていうところで、うん、良いパフォーマンスをこう出しているんじゃないかなと思います。これまでの常識にとらわれない新たなフィットネスの形、フィットネスジムベースワンは、あなたが必要なものを必要な時に必要なだけご利用できるプランをご提案します。広島市を中心に6店舗営業中、フィットネスジムベースワンでもっと身近で楽しいフィットネスライフを始めてみませんか。健康的な体、憧れの美しい体など、なりたい自分を叶えるお手伝いをいたします。詳しくはベースワンで検索ください。